おはようございます。今週も人間をやります。寝癖すごいな。早朝はね、もうだいぶ冷えるようになりましたね。今週は全部晴れ予報なんですよね。最高です。櫛で髪解いた後なんですけど、やばいぐらい直毛じゃない？針がねえよ。よいしょ。花粉症の薬と、あと10月に入ってから僕ビタミン D3 のサプリ飲んでます。これは毎年飲んでるんですけど、やっぱりこれからの時期日照時間が短くなるんで、言うても僕はかなり日光浴びてる方なんですけどね。さあ、今週末投稿する動画1秒も編集してないんで、今からやりたいと思います。動画のカット編集は終わったんで、今日もこの英語の本やっていきます。 I'll call you later. I'll be back in a minute.さあ、というわけで今日もやるべきことをやったんで、外出ていきたいと思います。いつも遠くまで見渡せるところ登って、どこ行くか決めてます。今日はどこ歩いても最高っぽいな。てか、あったけー。今日は緑地公園方向を歩こうかな。ここの葉っぱもう赤くなってるけど、早いな。4月下旬と同じぐらいの気候ですかね。最高としか言いようがない。他にも葉っぱ赤くなってきてるとこあるな。太陽の代わりに歌を君。帰ってきました。今日も最高やった。3時4時ぐらいの快晴率が半端なくて、いつの間にか雲が完全になくなってるんですよね。で、今から晩ご飯の準備して、あとはサンセットに備えたいと思います。サンセットに備えるとか言ったんですけど、もう日が暮れちゃってますね。日の入り5時15分らしいです。めっちゃ早くなってる。いい感じや。うまそう。晩ご飯完成しました。腹減った。久しぶりに鶏肉とブロッコリーの料理作ったな。これはね、ちょっと初めての味付けです。じゃあ、レッタキュース。うま塩だれなんですけど、ウェイパーが効いててうまい。先々週からスパイファミリー見てるんですけど、今から18話目見ます。おはようございます。よく寝た。今日も快晴や。
昼ご飯です。今日も卵かけご飯、あと豆腐にキムチと韓国海苔かけて、でごま油と醤油かけたやつうますぎて、これ1日2回食べてますね。アルミの麺のバームとこのバインダー売りたいと思います。早っ、もうこれ売れたわ。これ出品して、これ出品してる間に売れてたわ。今日も今から外出ていきたいと思います。でちょっとこのバインダーが入る封筒買わなあかんわ。これやと入らへんねんな。西日が差してきていい感じになってきた。はい、帰ってきました。でメルカリに梱包して発送しに行きます。入るよな。おい、あ、ギリギリ入った。セーフ。いけるな。オッケー。アマゾンの箱に入ってた緩衝材が役に立ったわ。133位か。最終100位以内行きたいな。やっとご飯や。ちょっと遅くなってしまった。今日は鮭のムニエルです。やっぱりこれや。鮭は先週食べたやつが宮城県産だったんですけど全然ちゃうわ。味も違うし北海道産、やっぱね身のふっくら感がすごい。これがほんまにうまいね。おはようございます。はい、今から矯正歯科に行かないといけないんで行ってきます。僕普段は江坂から電車に乗ってるんですけど江坂までの道のりって家しかなくてつまんないんですよ。いやから今日は緑地公園から乗ってみます。今日は結構雲が多いですね。こっからどうなるかやな。はい、行ってきます。終わったんですけど昼ご飯食べるにしても早すぎるな。緑地公園に戻ってきました。さっきより晴れてるわ。秋になったから新しい花がまたいっぱい咲いてるわ。これなんやろ。
この空心菜とこのベビーリーフがお勤め品になってて、空心菜が税込み65円で、ベビーリーフが税込み87円で買いました。このね、お勤め品狙っていった方がいいかもしれん。この2つね、結構お勤め品に出てんなとは思ってたんですよ。やけど多分買うんやったらその日に食べなあかんから、あんま買ったことなかったんですけど、お勤め品狙っていってもいいかもしれないですね。昼ご飯とか。ほんでね、まだジャスミンライスがこんなにあるんですよ。だから空心菜炒め作りまくって、これ消費します。ナンプラーもまだかなりあるんで。この量で80円は安すぎひん？毎日これでいいかも。てかルッコラうまいから食べたいんですよね。これルッコラ入ってるんですけど、鮭のムニエルといい、このレモンの消費が激しいわ。これがね、この前食べた時めっちゃうまかったんですよね。うわ、いい匂い。うめえこれ。昆布サラダの次はこれやな。はい、完成しました。空心菜炒め。炒める時間かなり短いからほんまにすぐ作れんな。このね、タイ米を炊いてる時の匂いが良すぎてタイに行きたくなるんですよね。これがほんまにね、あのタイの飲食店の匂いなんですよ、これ。うまっ。これね、空心菜の味の濃さがちょうどいい。これね、最初作ってた頃はどう考えても味濃すぎたんですよね。今年に入ってからやな、ちょうどいい味の調整ができるようになったのは。うん、あとごま油で炒めたけど、ごま油の方がうまいな。さあ、今から今週1回目の英会話を受けます。いつもレッスンしてくれてる先生が月か休みだったんですよ。本日2回目のレッスン受けてきます。やっとご飯や。もう腹減りすぎてる。今日の10時にカメラ発売するんで買う予定なんですけど、まさかのヤフーショッピングでもうすでに発売されてて、値段も出てましたね。96,800円らしいです。高いけど予想では10万円超えるって言われてたんで、そう考えるとまだ良かったかな。よし、10時になったら買うぞ。おお、来た。明日ヨドバシカメラ行くのもありかなと思ったけど、当日手に入らんかったら嫌やからネットで買うわ。いや、これ待てよ。公式サイトより楽天の方が良くないか。そういうの楽天ポイントも入るし。うおー、やば。楽天やったら6248ポイントもつくわ。楽天で買おう。届くのが金曜日か。まあいいか。オッケー、注文完了。おはようございます。朝方寒くなってきたし、そろそろ毛布の準備でもしようかな。今日は雲一つない快晴でめちゃくちゃ気持ちいいです。今日は朝からレッスン受けて昼間は外出たい。今日はこれを87円で手に入れました。昨日のやつよりは量少ないですね。昼ご飯です。というわけで今日も外出ていきたいと思います。いやー疲れた。ちょっと餃子でも食べて休憩します。眠た。
本日2回目のレッスンを受けてきます。肉めっちゃちっちゃくしたんで油かなり少なめでいってます。晩ご飯です。鶏肉がちょっとしかなかったんで一口サイズの唐揚げにしてみました。唐揚げくんサイズ。小さいから火の通りが良すぎたのか、もしくは醤油に長く漬け込みすぎたからか、ちょっと黒くなりすぎたか。もうでも味はねめちゃくちゃうまいんで、手上げでいただきます。うますぎる。一口サイズやったら油かなり少なめでも作れるし、ただやっぱ唐揚げはねある程度でかい方がいいな。味は一緒やけど気分がね。二度寝してしまった。長袖着て毛布使って寝たんですけどちょうど良かったです。昨日まで半袖で寝てたんですけど朝方寒いからかトイレで一回起きてたんですよね、ここ3日ぐらい。やけどあったかくして寝たら全く目覚めなかったです。今日は昼以降は雨みたいなんで午前中外出ようかなと思ってます。多分3週連続ぐらいで金土天気悪いんですよね。で多分カメラも今日の昼以降に届くと思うんですよ。まだ配達営業所に届いてないみたいなんで、いやカメラ楽しみすぎるな。はよ使いて。レビュー動画いくつか見たんですけどマジでめっちゃ綺麗になってるわ。あとマイク、これも使うの楽しみや。今日は朝の間に外に出といて正解っぽいな。メルカリの売上金で食材買って帰ってきました。今日はお勤め品なかったんで定価で買ったんですけど215円でしたね。お勤め品やと87円か、安すぎるな。でサンディで新潟県産コシヒカリ買ったんですけどこれもめっちゃ安くて1699円プラス税。玄米やと2キロで1200、300円するんですけど白米めっちゃ安いですね。昼ご飯はサラダとオートミールです。最近昼に白米食べてたんですけど白米食べるの夜だけにしたいんでオートミールにしてみました。いやバカほどうまいわこれうまっ。でも米食ってるみたいや。よし明日から昼ご飯これにしよう。今日1回目の英会話を受けてました。今から昼寝します。寝すぎました。布団あったかすぎて全然起きれんかった。カメラ来ました。早速開封していきたいと思います。来たー、来ました、オズモポケット3クリエイターコンボ。ケースでかっ。あ、でもいいなこのケース。おー来た、これです。あーなんか若干でかくなってる気がする。ちょっと重さ増してんな。レンズの部分もめっちゃでかなってるわ。こことここのガラスフィルム欲しいんですけど実はねまだ売ってないんですよ。で昨日ぐらいから Amazon で出だしてるんですけど発送が11月中旬とかでね結構先なんですよね。だからガラスフィルムつける前に傷つけんようにしな。これがマイクですね。これが欲しくてクリエイターコンボにしたんですよ。あ、これはあれか、モバイルバッテリー的なやつか。かつ長くできるんだ持つところが。あ、これ三脚っぽいな、はい、これはミニ三脚ですね。なるほど、ここにネジ穴あるからこうやって三脚これすぐつけれるやん。こうやってでこう、僕が今使ってるやつってここにネジ穴があってで毎回三脚使うときにね毎回ネジくるくる回して付け外ししてたんですけど、もうこれからこれ付けっぱなしでこうやって刺すだけで使えるわ。でこれもめっちゃいいな。であとはポーチの外にカメラケースついてました。今まで使ってたやつがこの右側のやつで新しいやつがこれ。よし、これステッカー貼ろう。この推しの子愛のステッカー貼りたいと思います。てかなんか全然くっつかへんぞこれ。これの素材がちょっとくっつかねえつかもしかして。あ、これくっつかんわ。あーなんか素材がね変わってるわ。なんていうんやろこれ、こっちはツルツルしてるけどこっちなんかザラザラしてるんですよ。これ多分引っかいたら後残るやつやな。雷鳴って大雨降ってきましたね。
はい、ちょっとこのカメラの設定をしてました。で、これ起動がこうやって起動するんですよ。じゃあこっからはこのオズモポケット3で撮りたいと思います。はい、こんな感じです。モニターがでかなったからどう映ってんのかがめっちゃわかりやすい。んで多分ボケるんちゃう。いや、見やす。ほんでね、このマイク、これ欲しかったんですよ。まあ、試してみたいと思います。で、これね、マイクの電源入れるだけですぐ接続できるんですよ。いきます。はい、まあ、こんな感じで、あの録画中でもいきなりマイクに接続することができるんですよね。でもちろんこう離れていっても声は入れることができる。いや、このね、僕あのマイクがめちゃくちゃ欲しかったんですよ。まあ、多分ね、普段はそんな使わないと思うんですけど、まあ、旅中だったりとか外でね使いたいことがね結構多かったんですよね。というのはね、周りの音がうるさいとその場で喋ることができなかったんですよ。まあ、例えば道路沿いだったりとか、まあ、電車が走ってたりとか、あとは人がいっぱいいたりすると周りの音を拾いすぎてしまって声をね綺麗に入れることができないんですよ。やけどもうマイクがあればもう後ろで車が走ってようがもう関係なく声入れることができるんで、もう旅中とか最高じゃないですか。ほんでこれ見てください、マイクをケースに収納することができるんですよ。もうやからこんな感じでマイクを手に持ちやすいんですよね。でもちろんあのクリップもついてるんで服に挟むこともできます。いや、オズモポケット3めちゃくちゃいいです。このポケット2が発売してからもう丸3年ぶりのアップデートなんですよ。まあ、僕が買ったのはこれ去年の7月なんですけど、いや、かなり進化しましたね。ただ1個だけ残念なところを挙げると、なぜかねこの部分だけ劣化してて、あの録画開始した時と止める時に音が鳴るんですよね。しかもそれが結構でかいっていう、例えばこういう音、まあ、こんな感じなんですけど、オズモポケット3もうちょい音でかい気がする。で、これ今までのシリーズやと音消すことができたんですけど、なぜか3になって消すことができなくなってるんですよ。まあ、これはねまたあのアップデートが入って、まあ、消せるようになるんじゃないのかなとは思うんですけど、なんで最初からできへんねんと、今までできてたことが。ただそれ以外はほんまにめちゃくちゃいいんで、もう僕すでにこれ買ってよかったなと思ってます。僕高さに応じて三脚使い分けてたんですけど、これ最高やな。これどっちもね、刺すだけでもう三脚切り替えられるようになったんですよ。もう毎回クルクルする必要なくなったわ。というわけで本日2回目のレッスン受けてきます。晩御飯です。今日は卵かけご飯。てかめっちゃ明るく映るようになってない？かなり綺麗に撮れるし。やっぱね、昼ご飯オートミールにした方がいいわ。血糖値めちゃくちゃ安定してんもん。まあ、血糖値が安定してる感覚っていうのは、僕的に言うと、ご飯食べることはできるけど、空腹感はないみたいな状態なんですよ。だって僕今日昼ご飯オートミール 30g のおかゆと、あとサラダしか食べてないですからね。あとナッツも食べたか。それだけで7、8時間ぐらい、何も食べずに過ごしてるんですよ。やけど昨日までどうだったか。もう夕方4時から6時ぐらいの間、もう血糖値下がりすぎてね。かなりきつかったんですよ。前から昨日も夕方に餃子食べたりとかしたんですけど、やっぱりできるだけね、血糖値が上がりやすいものは食べない方がいいですね。もうその後にめちゃくちゃ下がるから。しかもオートミール毎日食べても600何ぼかしかかかんないんですよ。安すぎる。あと卵代とか合わせたら1300円とかになってくると思うけど、めちゃくちゃ安いですよね。てか暗いところでの撮影がめちゃくちゃ綺麗になってるわ。かなり明るく映るし、ノイズもほぼないもんな。おはようございます。今週の土日は英会話やろうと思います。っていうのは今週月火やってないのと、あと来週の11月1日と2日がフィリピン祝日らしいんで休みなんですよね。まあやから明日もできればやった方がいいとは思うんですけど、明日の動画編集僕やってないんですよまだ。昼ご飯です。4割引きで買ったサラダと、あとはオートミール。これねもう完全に雑炊なんですよ。味も食感も。全然編集やってないんですけど、まあ、カメラも試したいんでちょっとだけ散歩行きたいと思います。めっちゃ綺麗やな。もう逆光にめっちゃ強なってるわ。今僕の顔の後ろに太陽あるんですけど、空が白飛びしてない。
マイクの良さを発揮できんのってやっぱ相当やと思うんで、今試しに道路沿いで喋ってみてます。僕今までこんな感じで道路沿いで喋ることってまずなかったと思うんですよね。なんでかっていうと、まあ、車がバンバン通ってたら自分の声入んないからなんですよね。いやてか逆光にマジで強くなってるわ。僕あの太陽側を撮らないようにしてたんですけど、おー飛行機、この飛行機の音も今めちゃくちゃでかいんですけど、多分声入ってると思うんですよ。てかマイクで喋んのが思った以上に楽しいですね。北海道産の鮭をね 40% 引きでゲットしました。これは激アツや。結構量あるんで冷凍しておきます。ただなんかねちょっと色が薄くていつももっと赤いんですよね。はい、こちらですね、あの風の民さんから献本をいただきました。こちらの本11月7日に出版されるということで、おめでとうございます。今年も夏頃にお会いしたんですけど、まあ、その時本執筆真っ只中ということでね、まあ、いろいろ話をお伺いしたんで、まあ、楽しんであの読ませていただきます。今から本日2回目のレッスン受けてきます。晩ご飯です。うまそう。ちなみにさっきメルカリにカメラ出品したんですけど、もう売れました。スパイファミリーシーズン1もう残り3話しかないわ。あっという間やった。シーズン2は今テレビでもやってるとこみたいなんで、 Amazon で引き続き見ていきます。おはようございます。よく寝た。眩しい。今のところ雲一つない快晴です。今日投稿する動画まだ編集してないんで今からやります。 OK 完成。よし、あとはサムネ作るか。今外見たら外めっちゃ曇ってて12時1時雨になってますね。引きこもろっかな。カメラ梱包したんで発送してきます。今日はほうれん草80円でゲットしました。昼ご飯です。オートミールとほうれん草のバター醤油炒め。いやちょっと動画編集に夢中になってたんですけど、新しいカメラでの映像がめちゃくちゃいいわ。画質が明らかにめっちゃ良くなってるし、これはね撮るのが楽しいわ。ダイソーでヘアキャップとイヤーキャップ買ってきました。この前ヘナ買ったんですけど、染めるときにヘアキャップ使った方がいいみたいなんですよ。まあ、しかも染め時間40分あるんで、まあ、垂れんようにするためにもこのヘアキャップつけて染めたいと思います。はい、まずあの髪をねお湯で濡らしてきました。ちょっと油断したらすぐ外れそう。カメラ回してると思ったら回せなかったです。これヘナをお湯で溶かしました。ドロドロですね。うっせーなんか嗅いだことない匂いや。これ多分熱すぎんな。45度ぐらいのお湯で溶くって嗅いでるのに、多分80度ぐらいのお湯で溶いちゃったんですよね。これをね髪の毛に塗っていきます。ちなみにヘナはこんな感じで粉です。熱っこれ熱い。これ高温でやりすぎやわ。熱手やけどする。熱。じゃあちょっと冷めてきたらね多分気持ちいいぐらいの温度だと思うわ。何やこの塗り心地。ここです。この辺がねめっちゃ白が多いんですよ。でも最近なんかこの2ブロックよりちょっと上のところも生えてるわ。イヤーキャップ役に持ってるかなこれ。塗り心地はでも悪くないっすね。なんか最初粉を水に溶かすって見てなんかめっちゃ液だれするんちゃうかと思ってたんですけど、結構硬いからむしろあのなんか白髪染めより液だれしにくいなこれは。やば、なんか髪の毛がめっちゃ固まってる。わー、あったけー。ちょうどいいわ今。髪がガッチガチになってる。ジェルでガッチガチに固めたみたい。もう髪こう動かんでこれ。ここにラップを巻いていきます。こういうこと。これどうですか。
あ、意外と簡単やったわ。こんな感じでね、今ラップしたんで、ここにあのドライヤー当てます。わ、緑やったのがめっちゃ黒なってるわ。で、こっからホットタオルを作ります。電子レンジないからきついな。熱っ。10分間ホットタオルでより色を定着させてる間に風呂ためます。髪の毛ね、普通の白髪染めぐらいにはある程度染まったんですけど、なんかおまけでついてたヘアオイルつけて乾かしたらすげえオイリーになってんけど、量が多すぎたんかな。晩ご飯です。僕今最もうまいと思ってんのがこの卵かけご飯かもしれへん。それにしてもね、久しぶりに昼ご飯をオートミールにしてみたけどめちゃくちゃいいわ。一時期ね、あの職場に持って行ってたんですよ。やけど作んのがめんどくさくて朝、まあ、やけど家やとそんなことないんで、マジで血糖値かなりフラットなんで、もう8時半前なんですけど僕腹減りすぎて死にそうみたいな感じ全然ないですからね。今たったの 30g やのに、これはもう毎日オートミール確定やわ。いや、卵かけご飯ほんまにうまいねんけど、これはねやっぱ昼に食べん方がいいわ。はい、もうあとは寝るだけなんでそろそろ終わります。いや、ついにカメラアップデートできたんですけど、めちゃくちゃ良くて動画撮るのがほんまに楽しいです。でも早くね、あの出先で使いたいんですよ、このマイクとか。もうこのマイクがあるとね、基本どこでも喋れるから、僕1日の Vlog とかも多分作れると思うんですよ、まあ、作る気があるかどうかは別にして。いや、これはね、なんかちょっと動画作りたくなってくるな、まあ、なんか考えときます。画質もめちゃくちゃ良くなりましたしね、まあ、そういう感じでいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。